今日はそもそも合気道の創始者と言われているあの上柴先生の話もちょっと聞いてみたいなと思うんですけどもともと合気道は上柴さんが発明これは何て呼んだらいいのかな発明なんですか発見何て呼ばれてるんですかこ、ね、合気道見つけたんですかね上柴先生は別に合気道って名前をつけたわけじゃないんですよ、はい、別の方がつけてだから上柴先生はいろいろな武道をされていて、はいはい それを、まあ、大本教の思想とこう合わせたものが、合気道になったというようなイメージですね。これ、上柴様当時、自分のやってたことはんて最初は呼ばれてたのかって、<あ>なんか記憶に残ってるんですか何でしたっけね。でも、合気って言葉も使ってないですね。あ、そうなんですか。お弟子さんがつけたんですか、はい、もしかして。いや、お弟子というわけではないんですけど、これも、まあ多分ちょっと文献には載ってないんですけども、<ー>今日ちょっとお話しした、まあ、人によると、えっ、ー、と、名前は、 忘れちゃったんですけど、上島先生よりも全然上手い武道の達人の人がいて、うん、その人はあ愛機武術みたいなことを使ってて、うん、この名前を、まあ、やるよみたいな感じなんですよ。そうなんですか。<laughs> はい。これ多分あの、ネットにも載ってないんですけども。あんまり残ってないですね、きっとその話はね。残ってないですし、ちょっと合気道にいいようにな解釈で結構載ってたりするんで。 あなるほどね。そこもでも一回ちょっと検証したいとこですね。はい、その上柴さんは自分でやってらっしゃることをこう言われてたり呼んでたりとかあって、はい、ど,どこかのタイミングで誰かがその合気道って呼んだんでしょうねきっとねそう。そうですね面白いな、うんその。それで上柴さんの話をね今日ちょっと分かる範囲でしてみたいんですけど、はい、その僕も興味がある領域だけどなかなかたどり着かないのが、はい、上柴森平さんという方が。 もともとでも武術家であるわけじゃないですか。で、そこから、まあ、出口さん、これは。 あの、ナオさんなのか、おニーザブロさんなのか、僕もそこはよくわかってないんですけど、はい、まあいずれにせよ、出口さんの教えを教わってたというか、なんかまあ、講義を聞いてたとかなんでしょうね。うん、で、どこかで、その思想と相まって、合気道という言葉には当時なってないのかもしれないけど、なったと。でそうすると、上島さんが気づいたことっていうのは、なん、何なんですかねそこはなんかわ、分かり得る手がかりってないんでしょうかね。ああ、えっと、なんでしょう。そもそも、大本教って、まあ、な、何ぞやっていう、 うんそうですね。そこも説明しないと,と、ね、うん、わかんない。今も、その、愛起動っていうと、結構宗教色を消してしまってる、あ、消してるんで、はいはい。大本教っていう名前とかも、使ってないと思いますね。まあ、僕自身も使ってないですし、ですね、はいで。大本教っていうのは、ま、一言で言うと、な万有愛語。まあ、みんなが幸せになるためにもう活動しているような団体なんですよね。うん。え,教教え、万有、ごめんなさい。万有愛語っていうのは、どういう、どういう字ですかあ、えっと、万人の万に、うん。えっと、うん いうはあるっていう。あるうん。で、愛ですね。守る。はいはい、愛を守る。はい、万有愛語。はい、えー。これは何大本教の教えですかそうですね。あ、そうなんですね。へえ、はい、なんか人種、国境とか宗教も問わないでもみんな仲良くっていうのが。うん、すいません。あの、すごい簡単にまとめちゃった。いやいやいや。でもある意味、まあ、宗教が特化が解きそうな話ではありますよね。うん、ここらは。そうですね。 でも、ここなん,なんでしょうね。なんか、絶対的な神様とかいうよりも、もう、いろんなキリスト教もいいですよ、仏教もいいですよっていう考えが、ちょっと違う部分なのかなと思います、うん、やっぱり、八百両の神に近いですよね。一、うん、神教心境じゃないでしょうね。この辺の考え方はね。はい、でも、そもそも、でも、上柴さんがこれ学んでたっていうことは、もう、ここに興味があるわけですよね。当然ね。この辺りのことに。そうですね。興味を持ったのは、北海道にいてから、その実家の和歌山に帰るときに、 うん、その京都の亀岡で、うん、その出口、奈緒さんじゃなくて出口鬼三郎の方でに会ってですね、その時、まあ、あの上柴先生の、まあ、お父さんがすごい病気だったんですよねで。治すためにはどうしたらいいかっていう、やっぱカリスマ性のある出口鬼三郎にこう頼んだところ、はい、まあ治るって言われたんですよ。へ<ー>で結局亡くなっちゃったんですよね。お父さんは うんうん、お父様。でも、はい、上柴先生の解釈はあ、亡くなったってことは病気が治ったってことだっていうことで、えー、直なんか治してくれてありがとうみたいな。へえ<ー> <laughs> まあ、そんぐらいすごい、なんか信頼してたというか。でも結構近い関係だったんですかね、鬼三郎さんと上柴先生の関係っていうのは。いや、もう近いですねあの。出口鬼三郎がすごい信頼しきってたんで、だから大本教の人たちにあの、武道を教えてくれっていうことで、 うん。の上島先生は教え始めたんですよ。あ、大本教の方たちにそうですね。あ、そうだったんですね。この時には合気道って名前は付いてないんですけども、うん、その大本の教えをもう体現したものをこう教えていたというか。その初期の頃はまだその、上島さんがなさってたのは合気道まで行ってないんですかねか形として合気道にはなってないんですかねもうなってたんですかねああ、いや、なってないですね。一応その大統領っていう、 あ、そうだ。保留武術の硬さとか結構あったので、はい。何、はい、でしょうこれ、ちょっと少し話、長くなるけども、あの、全然長く大丈夫です。はい。武道の武っていう字が、はい。これ、人によって捉え方が違って、はい。あの、武道の、その止めるっていう部分があるじゃないですか。うん、はい。止めるっていうのは、歩くっていう意味があるんですよね。歩で、その上の部分は、まあ、矛っていう、だから、まあ、剣ですよね。これね、うん。はい。 歩行を持ってまあ進め歩めみたいな感じだからまあ戦えみたいなことで解釈されてた時もあるんですけども、はい。まあ上島先生が言うには真の武は、まさにその字のごとく歩行を止める。なるほどね。だから歩行をもうそもそも進めさせるためじゃなくて、とどめさせるためっていう。止めるってことです。そうそうですね。武のこのこっちは止めるですからね。そうですね。その止めるっていうのは歩むっていう意味もまああるんで、うん。なんかそうやって、まあ他の武道とかは結構、 ここを持って戦いみたいなところがまだ残っていたと思うんですけども、うん、上柴先生の考えは武術でで止めるっていうことですねへそれでもということは最初はそうじゃなかったけど、はい、どこかで今の方つまりまあ正太さんのおじいちゃんもそうですけど要するに我々的には説明がつかないんですけど「えい」って力を入れると。力によっててじゃなくて相手の 方が倒れてしまうわけじゃないですか、はい、あれっていうのは、その大本で教えてる時に発見したんですかね、<laughs> できるようになったっていうか。そうですね、それまではやっぱ柔道とかも、上柴先生はされてたんで、はいそれだと、なんでしょう、まあ、勝てないとか、相手を、やっぱ反発心も起きちゃいますし、そうすると世界平和につながらないってことで、うん、その大本教を取り入れた、多分ここの視聴者の方は、 古事記を知っている方も多いかもしれないんですけども、うんうん、古事記を体現したのが、まあ、合気道っていう。ああ、そこも繋がってるんですか。そう,そうですね。古事記とかも出てくるんだ。古事記なんですよ。へえ<ー>。ちなみに僕も古事記をね、読んで、合気道は国づくりだみたいなこととか言うんですけども、ちょっとまだ分かってないですね。あれ、いざなぎいざなみとか出てきますあ、出てきます。はい。 イザギイザギ僕、人間の買い方マニュアルってそういうのやってるんですけど、いざなぎいざなみって13の波となぎでしょだから、波となぎで相殺し合うでしょで、それが12って時計の、この12ヶ月もそうじゃないですか。はい。じゃあなんで13かっていうと、この中点なんですよ。真ん中の時計の針の。れこのい1個は、なんていうかな、その、軸なんですよね。真ん中の軸で、はい、12個は目盛りなんだけど、1個は軸なんですよ。 で13と陰陽で26じゃないですか。はい、でまたさらにそれ倍にすると52週、53週って1年間の,その周期にもなるじゃないです、はい、で12っていう、まあ、あるいは中点を入れて13って一つのユニットなんですよ。いざなぎ、いざなミっていうのはその神話的な表現だけど、波と波でこう相殺する。 いわゆるゼロ磁場的な意味がエネルギー。僕、電気屋さんやってるんで、本業の一部が電気、うん、僕やってるんですけど。なるほど。うん、えっと、あ今ので、ちょっと分かりましたね。あの分かりました。はい。実は、I T 道って、<laughs> はい、あの、ちょっとこれ、僕、その引用したものを読みますけども、まあ、右、左やるんですよ。左右やるんですよね。形形。例えば、はいはい、まあ、右が強かったら、右しかやらないじゃないですか。 相手を倒すことが目的であったら、あの右だけでいいんですけども、相手にって右、左、右、左ってやるんですよ。まあ、正確には、<え>左、右、左、右なんですけど、でそれは、陰、陽、陰、ま、と、あ、正しく繰り返して使っていくことっていうんですよね。で、これでな体とその息を使って技をかけると、まあ、自分自身の体と心のわだかまりがなくなって、相手とこうぶつかりがなくなるっていう。そうそう、そうですね。うん それを、だから、合気道は体現してるんですよね。うん、やっぱり自分、自分の中で、まず、中点というか、自分の中で、まず真ん中にならなきゃダメですよね。なんとか。自分が偏ってたらダメですよね。そうです、ね。自分が真ん中になって、そのエネルギーの位置にいると、はい、相手も、まあ、多少、こう、歪みがあるのかもしれないけど、その状態じゃないとかかんないですよね、たぶんで。ああ、そうです。平山さん、合気道やったことありますか <laughs> いやなない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 けど、 なんかこれ分かるのよ僕だからなんか体で相手がいるとどうもなんか自分偏っちゃうんですよ相手寄りになってっちゃうんですけども、うん、そうじゃなくて自分の軸をこうしっかり保って、うん、まあそれを中心に回るというか、うん、そう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 しないとあのぶつかっちゃうんですよねだからなんとなく僕感覚的に言うと相手の方は大体こう偏りが多い場合が多い多いとしますよねはいはいはい。 はい、ものの意見だったりっていうでこっちが相当強くないとこっちもぶれてっちゃうんですよね相手と話してると、うん、でも強い人は自分のスタンスをこう保てるっていうかそれは自分の意見を保つって意味じゃなくて自分のスタンスを真ん中に置き続けられる強さがあるっていう感覚なんですよ、うん、だから誰が出てきても絶対真ん中でいられるっていうか,か感情が起きないっていうか何て言うんだろうなぶれ、はい、ない。 はい、はいでもぜ。全部受け入れる気があるみたいな感じです。誰が出てきても。はいうん、そうすると、相手は、どうにもなんないんですよね。こっちが、どうに真ん中にいるから。はい。どうにもなんないんですよね、多分。なんか、対話してるときに。うんうん、だから、動をき出しちゃうっていうか、向こう側が、感じなんですよね、話してると。うん、なんか、僕もその、合気道と、なんか、他のものを差別化するときに今のことを言っていて、例えば、 合気道も動く禅って言われていて、うん、その瞑想に近い、あの、ものを得られるんですよ。例えば禅をしている時の脳波と、あの、弓道。はい。弓道をしている時の脳波って一緒なんですよね。うん、で、でも合気道ってなんか対人じゃないですか。うん、実際人もあるし、なんか殴るようなね、ね、うん、動作もするし、うん、剣を持つし、うん、で、対人の中で、 同じような、そのノウハウにならなくちゃいけないんですよ。これって本当に難しくて、相手よりもだいぶ人格的にも優れてなくちゃいけないし、うん、もちろん、その軸ですよね。軸がしっかりしてないと、難しいんですよね。強くないとで、それが保てないでしょやっぱり、自分っていうのが強くないと。そうですね。 精神的な修練もやっぱ必要ですよね常にどんな相手が出てきてもその真ん中でいられるっていうのは相当強くないとできないですもんね。そうですね。なんかそこを本当に切磋琢磨していくのが合気道で、えー、だから本当にさっき言った万有愛語じゃないですけども、うん、まあそういったところが体現できてる武道なのかなっていう。うん、でもあんまり合気道の道場もそういった道場がなくてやっぱ宗教色も消してますし、うん、まあそういうことを教えてる。 道場って僕はあんま見たことないですね。僕も教わったことはないですしでも自分はそういうのを体現することを目指してるそうですよね正宏さんね上柴さんはやっぱりその辺りのことに確信を持って気づいたんでしょうね、はい、きっと何て言うのかなうまく言えないんだけどなんかそうでしょうね、はい、本質 いや上島先生のことだから自分でももちろん想定はしてたんじゃないかと思うんですよ。ゼロからいきなり出口さんの話を聞いたが100%開花したっていうか、もともと上島さんの中にあると思うんですよね。はい、こういう人格者でもあるんだろうし、体の動きをしても多分こうじゃないか。で、それで出口さんの話を聞きながら融合させたことによって確信を得たみたいな感覚なんじゃないかなとは思うんですけど、真髄はどの辺なんでしょうね。出口さんのどこを 学んでたっていうか共有したことによって出来上がっていくんですかね、軌道っていうのはね。